い。見て、どこでしょうこれ。大観峰来ております。じゃーん、普通に下あります。ここね、写真スポットよ。青い、林道、生林道初めて見た。読みね。烏帽子木島、あれが木島でございます。あれが烏帽子からの高岳、中岳。見て見て、毎日何人乗せてるんだろうね。これゆめちゃん一人でね歩いてるんですよ。あの綱とか全然引いてなくて、勝手に一人で歩いてくれてる。ちょっと疲れたね。コーヒーでも飲もう。よし、そこにあるから。でれん、めちゃくちゃかっこいい。飲んでみます。初めて飲む。炭。ラテ。あ、でも炭、なんか渋いけど、でも苦味もなくて飲みやすいこれ。おー、見えた見えた。でかい、めちゃくちゃ大きいですね。すごい、熊本城来ました。熊本城大きい。武者返しですね。ここがずるずるずるっと天守閣が見えます。あ、早く登りたい。清正さん、いざ天守閣。わあ、いよいよ熊本城に入ります。わあ、博物館みたいな。加藤清正さんです。
この人が熊本城を建ててくださいました。私この部屋狭め。ここ、あ、ここいいね。ここの間ここ全部もらいましょう。かっこいい、すごい、めちゃくちゃすごい。家に欲しい石を作っちゃうかな。天守閣の中がこうなってたみたいです。わかるかな、大きさ。こんなに大きいの、すごい、すごいでしょう。もうすぐです。到着。お、すごい。熊本市内が一望できますね。すげー、高い。向こうは阿蘇です。いや、熊本城来たらやっぱ天守閣は登んなきゃな。すごい、石垣も今復興中ですね。あそこ建てるかな。すごいね、またがりたい。いや、すごかった。かっこよすぎた。やっぱ熊本城最高です。家賃いくらぐらいかな。住みたい。太い、これで支えてるんだ。よし、ちょっとお腹空いたんで、定山園でね、ご飯食べれるから何か食べよう。定番の馬刺しとか食べたいな。あるかな、からしレンコンも。うん、楽しみ。定山園って言って熊本城の下なんですけど、もう城下町みたい。昔の、いいっすねいそう。かわいい。めっちゃいい匂いがする。いろんな匂いがする。ほうじ茶の匂いです何にしよう、メロン尽くし。すごい、これ全部食べれるんだ。お世話になります。すごい、おにごりメロンソフト。お、おにもりメロンソフト。うん、美味しそう。いただきます。うん、うまい。メロン幸せ。めちゃくちゃ映え。2個食べちゃったけど、今度はみかんのジュース。うん、すごっ、みかんそのままうまい。あー、すいません、生き返る。かわいい、やる来てんのねえ。かわいい、かわいい。甲冑か。うんうん。阿蘇山麓の玄関、玄武岩を使った溶岩プレート。やばい、馬刺しですね。合わない。あった、いただきます。うん、おいしい。わあ、おいしそう。赤牛丼、熊本といったら赤牛丼でしょ。いい。うー、いただきます。もう最高、幸せ。見える、これ、肉。続きまして、高菜飯。熊本、阿蘇といえばね、高菜。食べよう。
これこれ、馬刺しをこの溶岩で焼く。すごい。いただきます。やばい、美味しい。いや、熊本はご飯が美味しいから幸せ。熊本名物からし蓮根、すごい3つ食べ歩き用です。からし蓮根は、蓮根の中にからしがこう、味噌、からし味噌が詰まってるんですよ。で、揚げてある。辛いぞー。いただきます。からし、美味しい。ピリッとするけど、甘い。サクサク。蹴ったところがあれだ。あそこが蹴ったところね。ここがまず湖だったのが、神様がここを蹴ったと、ボンと。それでできた谷底です。そして新しくできた新予想橋、高い。結構人がいますね。よし、ちょっと冷えてきたし、温泉に入りたいな。朝といえば温泉。めちゃくちゃいい。かわいい、おしゃれ。めっちゃいい。これはテンションが上がる。癒しの里、みおり山です。いい風情が。今日はこちらのお湯をお選びいたしました。すごい、おしゃれ。何だったっけ、なんとかの湯。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あ、瀬田の湯。あはははは。では、癒しの里さんの温泉です。源泉かけ流しということで、楽しみです。入ります。わー、すごい、かわいい、綺麗、めちゃくちゃ贅沢。おー、いい。あー、気持ちいい。あ、意外とすぐそこに行った。いやめっちゃ気持ちいい。幸せすぎる。新鮮な源泉、贅沢でございます。いいとこだな熊本。九州はね、熊本だけじゃなくて、もういろんなとこに温泉があるので、九州の温泉巡りもしてみたいなと思っております。大分もあるし、佐賀もあるし、楽しみ。それでは皆さん、またお会いしましょう。